改めまして小沢です。本日は、上海2日目ということで、本日も楽しんでいきたいと思います。現在はですねこちら、フィッシュインさんという形で、魚の中に、泊まらせていただいた次第でございます。はい、こちらはですねあの南京、あらワンちゃん話し飼いなの、あなたとっても可愛い。あららら、おはよう。あ、ウンチングポーズ撮ってますね。これはちょっと大事なお時間ですのでお控えさせていただければと思います。何話したっけ。あ、そうだ、こちらはですねあの南京、東路って書いて結構有名な、スポット、駅から歩いて5分ぐらいで着いちゃうような場所になりまして、でワイタンって言ってすごく景色がね綺麗なところとかっていうところも歩いていけますし、すごくねあの立地的には良かったかなというふうに思います。前回、詳しく紹介してますので気になる方は見といてください。中もまあ綺麗でしたね。はい、ということで、本日は2日目はですね、なんと私人生ほぼ初デビューを、します。何かというとですね上海にはですね、ディズニーランドがございます。知ってますでしょうか。ディズニーランドでではないですよ、そこのあなた。はい、ディという、おはようございます。ディと言わなければいけないぐらい、すごく有名な場所なんですけれども、何言ってるんでしょうか。はい、ディズニーランドがありまして、そこに行きます。で、あの恥ずかしながら私ですねあの物心ついてからディズニー行ったことないんですね。東京らへんにずっと、住んではいるんですけれども、あ、いい天気ありがとうなんですけどもね、住んでないという、住んでないじゃない、あの行ってないというね、ディズニー童貞ですからちょっとあのどう楽しんでいいのかがわからないので、ちょっと先ほどですねあの Google で調べたところですね、まず耳をつけなさいと、で朝一で行きなさいと、でファストパス取りなさいというふうに書いてございましたので、何ですかファストパスって、でミッキーがいますからあの写真撮りなさいみたいな、そのようなねあの Google の内容でしたので、まあ、そのレベルの、男の子一人がですねあのディズニーに行くと、しかも異国の地ですからね、東京ディズニーランドすら危うい男ですから、どうなることやらって感じなんですけれども、今日はですねそのまあ興味ないでしょ僕見てる視聴者さん、ディズニーなんてしかも僕一人のですので、まあ初めてディズニーランド行ったらどうなるのか、しかも異国の地で、っていうしょうもない動画でも撮っていこうかななんて思います。はい、こちらがですね、上海の朝でございます。8時なんですけれどもね、今朝8時なんですけども、すごい、活気のある街です。でここから電車を乗り継いでですねディズニーに向かおうと思うんですけども、ちょっとねあの朝ご飯をですね軽く食べてから向かいたいななんて思いますので、本日2日目も、最後までねお付き合いよろしくお願いします。はいはい、ということでですね、来たのはこちら、ホテルから歩いてすぐの場所にあるこの大きい目包んで子供っていうお店なんですけれども、こちらね、昨日到着してすぐこっちにあるね小籠包屋さん、こっちもね有名なお店だったんだけど、すぐそこにある、ピンクのお店ね、でここも人気なのよ、朝から混んでる、今8時だからね混んでるのよ、の脇にここすごい多くの人がここでお買い物してんのよ。で何かと思ったらこれ見えますか、僕の大好き卵さんなんですけれども、これだしに使ってんじゃなくてお茶に使ってんだって。このお茶に使った卵が美味しいよっていうのをね現地の人が教えてくれましたので、ちょっとこれと、あ、そうそう、あの豆乳みたいのが美味しいですので、それをねちょっと食べていきたいななんて思います。卵と豆乳いい朝、あ、高校生でですね、お支払いはねこんな感じで QR 決済っていうのを、中国では使えますので、皆さんアプリね
これが僕が持ってきたアプリ一覧なんですけれども、左上のアリペイかこの下のこの WeChat Pay で支払います。で、私は WeChat Pay を設定を日本のうちにしといて、マネーを開くとスキャンですね、これをこんな感じでスキャンするとこうやって、あ、お金を Excuse me? How much?こうやって打ち込むんだ。セブン。はい。安っ。安っ。これで140円。だいたい1元をは20元だから20かければいいですね。はい。Oh, no, thank you. Oh, no smoking. Thank you. はい。ということで、こちら、お茶卵。こんなとこで。目の前警察官いますから、お上品に食べなければいけませんので、あっちんだあっちんだ、これできたてだからさ、ちょっと待って、早くディズニー来てたや、卵食ってる場合じゃないっつうの、うん、香りはゆで卵、あ、ちょっとお茶かな、気にすぎ、ほんのりお茶の味するわ、あ、すごい、うん、最高、甘さ控えめ、豆乳、なんとおっちゃんが肉まんくれた、ゆで卵食べたら、美味しいから食べなって美味しいって言ってくれた、美味しい、はい、じゃあね、電車に乗って、ディズニー向かっていきたいと思います。こっちではね、Google マップが使えないので、高徳地図っていうね、この真ん中の上のやつ、この地図アプリを使って、こんな感じで Google マップと一緒で目的地打つと、こんな感じでね、電車に乗る次っていうのが見れますと。2号線とか16号線とかっていう形で、こんな感じでね、表札、色付きの表札があるから、うん、これ見ながら行けばね、難しくないと思う、さすが、人口トップクラスですから、朝からね、もうすごいです。门廊又到了，出站的乘客请手持称号。はい、ということで皆さん到着しました。こちら漢字で書くと渋いですね。なんかあまりこの駅がディズニー感は全くないですね。何人か人形みたいのをこしらえてる方いらっしゃいますけれども、こちらがディズニーランドの駅でございます。おお、おお、なんかカラフル、おお、こんな感じなの東京ディズニーランドも。え、さあ一旦こちら出ましょうね。落ち着け落ち着け、出る時もこちらでピッ。はい、ハワイトデイ。おお、なんか思ってたよりあんまり人多くなさそうですね。今張り切ってきて9時13分ですねに来てますので、はい、こんな朝早くから私初心者がね、行きよう、あ、
発見しました皆さん、ミッキー&ミニー。え、これそうだよね、このブルーが、ミッキーマウスですね。でこの、赤いのが、彼女さんでしょうか奥さんでしょうか分かりませんけれども、フィアンセ、ミッキーじゃない、何でしたっけ、ミニーですね。一応この、ミッキーのマークの中にもいろいろキャラクターが描かれているという形になっております。それは私何も説明できませんのでね、まあ、期待してないと思うんですけれども、グーフィーぐらいは分かりますね、あの虎のぬいぐるみを着た、それぐらいしか分かりかねませんので、見たまんまをお伝えできればななんて思います。ではこちらが上海ディズニーランドですね。はい、なんですけれども場所が分かりませんね、これ左かな、上海ディズニーランド、ディズニータウン、そうですね、こちらですね。はい、はい、皆さんこれ一応電車の終電とかありますか、これ一応大事だと思いますので、終電、始発、まあいいか、はい、あららら、音聞こえる、なんかディズニーっぽい音聞こえますね。あ、ディズニーの音楽でしょうね、これが。キャラクターも分かんなければ、英語も見たことなければ、言葉も分からないというこの大変。はい、やっぱりここをちょっと駅からランドの方に歩いていくと、やっぱりたくさんの人が、見えていらっしゃいましたね。結構遠いですね、8分ぐらい歩くというふうに書いてありましたので、はい、大変ですねディズニーランドで。なんかズーラシアとかっていう、新しい乗り物だっけな、エリアができたかなとかとかいうのがありました。はい、なんかこういうのいらないかって言って、私絶対いりませんね。あ、耳つけてる人もいました。そうですね、耳つけましょうっていう風に Google さん言ってましたので、うん、はい、皆さんやってまいりましたよ。そろそろ、入り口のところまで、来たんじゃなかろうかと思います。はい、あそこでね、チケット、あ、そうだそうだ、ですね、今回も、チケットはですね、クルックっていう、アプリを使ってですね、事前にチケット購入していて、そのね、パウチャーっていうのかな、 QR コードみたいのがもう送られてきてるから、それを見せるのと、あとね、なんか身分証みたいの持ってこないといけないみたいなんですよね、うん、紐付けるみたいで。だからパスポートを持って、その2点あれば、入国はできます。入国じゃない、まあ、入国ですね、はできるということなので、夢の国へ、はい、早速ですね、現実から、ドリーム、夢の方へ進んでいきたいと思います。はい、どこでしょうか、こちらですね。ああ、みんなもう夢の国に行く気満々な顔してますね、もうポカンとしちゃってますよ。はい、行きましょう行きましょう、 こちらですかね。はい、入り口です。見てください、この列、ここからもうディズニーがスタートしてますね。 あとね、隠れミッキーっていうのがあるんだってさ、ねえ、 Google さんによるとそれを、探すのも楽しみの一つなんだって。こういう扇風機のところがミッキーになってたり、もうこれ完全扇風機ですけども、そういうのも楽しみの一つっていうふうに言ってましたので、忘れてなければ隠れミッキーも、探していきたいと思います。本物ミッキーすら見つけられるか分かりませんので、隠れてる場合じゃございませんけども、はい、あと、なんで私がですね、こんな大人になってもですねディズニーに来なかった理由の一つとしてですね、まず、人混みがとっても苦手っていうのがまず一つあります。疲れてしまうっていうのがですね。でもう一つですね、この並ぶことがですね、とっても嫌でして、はい、今もうこれ入る前にでもですね、こんな感じでですね、もう100回ぐらい、ウェーブをして入園しなければいけませんので、こういったところをね、楽しめる方はいいんでしょうけどもね、うん、やめましょう、夢の国ですから、今日は愚痴は一切言わず
一応ですね、最後まで言おうと思ってますから。なんと夜にはパレードというものが行われるみたいでして、なんか花火打ち上がるのかなとか、なんかピカピカ光ったりもするらしいですので、そこまで言おうと思ってます。なんと時間にして20時、11時間私この夢の国から出ませんので、はい、誓わせていただきます。こちらですね、こちら荷物チェック入ります。そこを、捕まりました。はい、你们走起来呀。はい、なんか悪いことしたみたいでした。この GoPro の三脚とかスマホの三脚って持ち込んじゃダメなんだって知ってた。もういきなりすごい形相でさ、早くしておばちゃん、なんか連れて行かれちゃってさ、事務局なんか荷物預けみたいなとこ連れて行かれて、三脚とか預けて、10元お金かかんのかい、しかも10元払わされてですね、200円ぐらいか、また帰り取り来てだって、はい、なんか本当連行されるのかと思ってかなりビビりましたけども、はい、三脚持っていかないように気をつけてください。はい、はい、Thank you。 ここだけ見るとなんか VIP 扱いしてもらってるみたいですけどね、出だし不調ですね。はい、ここがエントランスでした。でここで、チケットが必要みたいなので出します。はい、パスポートとあとはクルックで送られてきた、画像 QR コードかなを持って入れると思います。お、あ、oh, thank you、バイバイ。あら、入れた。パスポートと紐付いてんのか。あ、確かに登録の時にちょっと待って。パスポートの入力するのよ、チケット買う時に。でこれ紐付いてた。うん。ということで、こちらチケットですね。これがないと、おそらくですね何にも乗れないと思うんですよね、多分。はい、なくしそうですね。はい、ご覧ください皆さん、ディズニーランドでございますね、こちらが。ああ、はあはあはあ、ここが入り口と。この、なんかキャラクターがいますね。このミッキーではないです。はい、なんかウサギさんみたいな、キャラクターがいます。なんかこんなのやりますかね。なんか、はい、あー、こんな感じなんだね、ディズニーって。お恥ずかしいわ、ちょっと心弾んじゃってる自分がお恥ずかしい。そういう場所です、夢の国。見てください、この子供の無邪気な笑顔。あ、もう汚いことを何も知らない笑顔が素敵。はい、で見てください、こちら、ミッキー、ミニー、そして、ドナルドですね、とその女性バージョン、これが、お迎えてくれると。なんか可愛いですね。そしてこちらは何でしょうか、もう席取りみたいのしてる人いますね、早くも。何の関取りなんでしょうこれ。こういうとこも、ミッキーになっているというのがディズニーの良さでございますから、こういう木のね中にもあるかもしれませんから、しっかり見ていきたいと思います。わあすごい、どこいろいろ目いっちゃうな。これ何なんだろうな、これ。あ、これグッズか。こういう中に入るにも皆さん並んで待ってますね、みんな耳つけてる。やっぱ耳は必須か。え、キャラクターが分かんない、ミッキーのでいいか。
これ皆さんどうですか、これ人形お好きな人はたまんないんじゃないですか。なんか熊の人形、これなんていうキャラクター。このガチ勢しかいないから、こうふざけたの言ったら殴られちゃうかな。これなんていうキャラクターですか。かわいいクマさん、かわいいクマさんとか言ったらぶち殺されますね、本当に。わあ、もうめちゃくちゃ混んでんな、どこ行っても。はい、ということで、なんか乗り物乗っていきたいと思います。遊園地ですから乗り物をめがけたいと思いますけども、もうどこ行っても並んでるね。もうこんな座っちゃって陣地取って、なんだっけ、やばい、名前わかんない、ごめんなさい、名前がグーフィー、ああ女の方、あこれさっきのパン、パンダじゃない、なんだ、クマさん、最近タイとかインドとかで牛しか見てないから、本物じゃねえや、こういうのもびっくりしますね。でね、ディズニーのアプリがあって、そうこれもね、日本にいるときにダウンロードしといた方がいいんだけど、これで今の混み具合とかが分かるんだって。こうマップとか開けるからさ、こんな感じで今何分待ちとかっていうのがこんな感じでね、全部開けんの。もうどこがどこだからもう全く分かりませんけども、はい、これで目当てを皆さんね見つけて、行った方がいいと思いますね。何が何だか全然わかんない、これ。ちょっと右の方に、今迂回をしている次第でございます。この辺はご飯食べるところとかもこんな感じでいっぱいあるので、まあ朝食とかもこっちで食べちゃってよかったかもしれないね、うん。あ、これポップコーンだ。あ、ポップコーン美味しいよね。あ、なんか食べた気するな、ポップコーン、はい、ポップコーンとか。これまずディズニーに来て一番びっくりしたのがさ、この、あ、皆さん発見しましたよ、みんな大好き、ミッキーマウス、ミニーじゃないですか。この人たちどこにでもいるんですね、あららら、ほら、あららら、会えないかもしれないよって言ってましたけども、これなんか並べば写真撮れるみたいなのですけどもね、ちょっとさすがに私がこれはあれかなと思いますけども、こんな感じで。すごいです。すごい。我就太大了。No， 好的。看看你要不要。OK。你等我上菜。Thank you。谢谢哦。拜拜。拜拜。失礼しました。では、気を取り直してですね、アトラクションでも、乗っていきたいと思います。はい、やっぱりね、写真みんなポーズ上手だし、ちゃんとねサインとか書いてもらったりとか準備してるわ、すごく。僕にわかファンがさ撮っちゃうとさ、ミッキーとミニーもあれ多分中身困ってたよね、多分ね、変なやつ来たなみたいな、あ、これあれかな、わ、シンデレラ城すごいね、シンデレラ城だよね、でかじゃなくてこっち、これあれじゃないの、なんかねパイレーツオブカリビアン乗ってきてくださいっていう風におすすめされたんだけど、それがこれかな、多分そうだよね、これ。わ、すごいね、これがあれかな。
ということで、このパイレーツオブカリビアンでも乗りに行きたいと思います。はい、あ、ここら辺だよ。このエリア見て、すごい海賊船ばっかりあるような、ここっぽいですね。パイレーツオブカリビアンは、何度かですね映画で見たことがありますので、ちょっと乗っても、あ、この音楽、あ、すげえ、あららららら、あれ、これが乗り物なのかな、違うよね。あっと、皆様発見しました。これ買わなければいけませんでしょうかね、耳というか、もうこれしっかり被るやつだ、うん、誰あれみんなつけてるよって嘘ついた人、ほとんどの人つけてなかったけど、これもう、あ、でもやっぱガチ勢はつけてんのか、こうやってちょっとつけてみる、ふざけてる、やめとくか、さすがにやめとくか、ちょっと見てみようか。なんかあんまり可愛くない、シンプルなのがいいんだけど、こういうの派手でなんぼだもんね、うん、あ、これ入り口にいたあれか、あのクマさんみたいなやつ、やめましょう、お前は買わねえだろみたいな店員さん、はあ、おお、なんか良さそうですね。ちょっと面白そうなので行っていきたいと思います。こちら20分待ちですね。そんなに待ちませんので、はい、意外と良かった。これどっち、右左、これどっち、どっち、どっち、迷ったら右、これあんまり混んでないね。20分待ちってどんなもんなの、普通、どうなの、普通なの、あんまり、もっと俺1時間とか2時間とかって待つってのを聞いてたから、混むところは。あー、なんかさ、こうやってね、ディズニーの楽しさはこう待ち時間も楽しいんだってさ、うん、これが楽しいからディズニーはやめらんないっていう風に言ってたんだけどね。こういうあれか、あの作りのさ、雰囲気がまたいいんでしょ、どうなの、ちょっとまだあのってあれだね、ちゃんとディズニー、うん、ちゃんとあれ動画見ないとダメね。そういえばファストパスの取り方全然わかんねえわ。早く乗れるあのチケットが売ってんのか取るのかがちょっとわかんないんだけど。で、一応こういうディズニーアプリっていうのを開くと、こういう風に現在の待ち時間が、表示されますと。で、さっき入り口で見たけど、パイレーツオブカリビアンは、20分待ちという形です、うん、そんなに今日は混んでないのかな、うん、あ、これだ、なんかズーラシア大陸みたいな名前のこういった、そうそう、このこれが新しくできたやつだよって言ってました、ズーラシア、はい、動物園みたいな感じなんでしょうかね、うん、ちょっと、怖めの、アナウンスも流れておりますので、ちょっとお子さんなんかは、ちょっと ビビり、全然ビビってませんね、すごく楽しそうな、顔をしている現場が続いております。はい、この辺りは、なんかですね、いろいろと覗けるエリアになっております、はい、こちらでジャック・スパロウが、いろいろと決めていた場所なんでしょうか、はい、これがパイレーツ・オブ・カリビアの乗り物ですね。続々と来ております。私今からこれに乗ります。ちょっとワクワクするんですけれども、ちょっとドキドキもしてますね。さあ皆さん、行きますよ。ついに、よいしょ、
レストランだ、ここ。キンキンキラキラですね。怖い顔して、わわわわわわ。見たことある、ジャック・スパロウの敵だ。ジャックスパロ頑張って、わわわ、私たちこんな弱い、あ、来た、ジャッ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 ジャちゃんとしたアトラクションなんだね。もう映像とかすごかったわ、びっくりした。はい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 、お腹すきましたね。はい、ここのお店のなんか食いましょうかね。なんかターキーレッグってお肉系が食べれるっぽいので、はい、パイレーツさんからすぐのところにありましたので食べましょう。これはまた、これ QR だ、開いてスキャン。あ、オッケー。でかっ。Thank you. Yeah. You can use two hands to hold this. Ah, okay. Okay. It's heavy. No. Okay. Thank you. でかっ。ちょっと待って。予想以上にでかいじゃん。はいはいはい。ここでちょっと座って食べましょうね。落ち着いて。さっ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 さ、ウリでけえっつの、うん、うん、はい、ではでは続いてのエリアに向かっていきたいと思うんですけれども、こちらがですね、新しくできたエリア、ズートピアというエリアになるんですけれども、こっちで合ってるかな、ここも、入場するのに40分かかるっていうふうに言われてますので、ちょっと、
あ、プアリティパスエントランス、早く入れる人もいると。ちょっとまあ向かってみましょうか。新しいエリアせっかくありましたから。あとであのシンデレラ城も登れるのかな、うん、登っていきたいと思います。なんかこういうジェットコースターみたいな乗り物とか乗りたいですね、せっかく来たから。さっきのパイレーツさんは、どちらかというとなんかのほほんとちょっとワイワイみたいな感じぐらいだったので、ちょっと叫ぶぐらい、お、来た、わあ、ロッチに進む、あー、そう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 、ちょっとこういうのに乗ってですね、ちょっと眠くなってきた目を覚ましたいと思います。これがあれなのかな、ズーラシア大陸のあのキャラクター、ネズミ、ネズミみたいなやつが、ほら、アトラクション乗るためにみんな走っていくぐらいの、やっぱこういう意気込みがないとディズニー来ちゃダメですよ、ほんと。なんかもう綺麗なエリアになってます。なんで走って、あ、こういうね、制服で来る人いますからね、学生でもないのに。学生になりきった、学生だったら申し訳ないですか、あれですね。あれ？でも普通に入れますよ、皆さん。全然待ち時間とかなく。あ、入れませんね。ここだけ気持ちだけ上げさせといて、控え室の方に向かうっていう、そういう作戦ですね。この後ちょっとこちら行きますので、お楽しみにしといてください。はい。控え室めっちゃ倉庫。意外とここは、夢を与えない感じで、しっかりと待つ感じですね、うん、じゃあ40分待ちたいと思います。はい、ようやくですけれども、だいたい並んでたのは25分ぐらいでしたね。そんなに並ばずこの中まで入りました。はい、さあこちらがズーラシア、というエリアになっております。メインキャラクターは、おそらくネズミさんでございます。左手ご覧いただければと思うんですが、とっても大きいベンチがあります。ここは人気なんでしょうか。はい、なんかこうやって、写真を撮ったりするような場所になっております。有名なアトラクションなんでしょうかね。多分結構人が入ってきますので、信号機みたいのがさ、これ多分キャラクターなんでしょう、なんかイノシシみたいなのであったりとか、はいはい、あ、飲める水がある、嬉しい。こういうのあるんですね、ペットボトルのやつ、こういうの嬉しいです。あ、なんかキャラクター、これ知ってる皆さん、これ怠け者が喋ってますね。ニーハオ、ニーハオって言ってますね。結構みんなあの写真撮りながら笑ってるから、多分そういう面白いキャラなんだと思いますけども、メインキャラクターはどれなんだろうな。入り口にいたネズミみたいなのだと思うんですけれども、どこで、ここら辺は大変です。写真スポットですね。あ、あれか、皆さんいたよ、これ、この人だ。この方々が多分あのこのズーラシアのメインなキャラクターだと思います。こうやってどこでも、あー、ソーリー、入っちゃいけないとこ入っちゃってます。ちょっとこのお買い物屋さん、あ、見てみようか。あ、ここでいっぱいキャラクター売ってるから、これですよね、先ほどいた多分キャラクターがネズミさんね。みんな可愛いって言ってるから、多分なんか僕が上海ディズニーに行ってんのを嗅ぎつけた、あの家族がですね、あの限定品買ってこいって、もう注文、そういう時しか連絡よこしませんからね、あやつら本当に。そもそもですね、あのディズニー行ってない僕からしたら、どれが限定品かも分かりませんので、無理な注文をするなと。
はい、おそらくこれがですね、このズーラシアの中でも、一番、人気の、スポットというかやつだと思う。50分待ち、50分か、50分普通か。はい、行きたいと思います。続いてはこちらですね。見てください、もう並んでるだけで気分が上がるような、カラーをしておりますし、うん、すごいです。こんなとこまでお掃除してくれて、もうキャストのホスピタリティ、こういうのもディズニーランドは、有名なポイントの一つでございます、皆様。はい、はい、中に入ってまいりましたけれども、多分あちらがこのアトラクションのキャラクターなんでしょうか。トラですね、うん、こちらはちょっとキャラクターが、すいません、全くキャラクターがわからないという、これバッファローさんですね、うん、あ、これだ、これはさっきの、うん、わ、中も多分こういうこのキャラクターの何か話の中で出てきたような、これ部屋なんですよね、こうやって普段撮ってますけども、うん、こういうあのネズミのオフィスだったんでしょうかね、こちらが。確か乗る前に警察とかっていう文字もあったから、確かにこういう牢屋というかね、説明しない方がいいですね、私はね、もう撮るだけにします。はい、さあそろそろ入ると思われます。まずは別室に移動していきたいと思います。はい、このキャラクターの名前教えてください。撮ってますね。あ、なんかバッファローみたいなのがいますね。我一他们搞砸了，你们俩要负责。现在上警车，取下背包，上车后尽量往里坐。何一つ分からなかったんですよね、言ってる言葉。ちょっとなんかあの力んで喋ってるぐらいしかちょっと私には分かりませんでしたけども、バッファローさん、はい、行ってまいります。さあさあさあ、嗨，你们终于来了，他们在里面。好了，等我们信号，行动。
休憩ということで、なんか入り口の方に戻ってきてカフェみたいなとこ入りました。ディズニーカフェとかいうカフェですね。なんか中すっげー、可愛らしい店内ですごく雰囲気が良かったですね、うん、で、こちらにはですねこんな感じで、はい、もうディズニーが広がっております。ただいまの時刻はですね1時45分ということで、だいぶ午前中かっ飛ばしたんですけどもね、結構もうお腹いっぱいなんですけども、どうでしょうか。もう結構回ったんじゃないかなと。一応このお店に来る前に、なんだっけ、ピーターパンとか、あとおもちゃのトイストーリーだっていうエリアは通過してきたんですけどもね、他にもいろいろ見るとこはありましたけども、はい、いかがでしょうか。もうフルーツ買いました。フルーツ何やってんの、ディズニーまで来て。でもしかしたらちょっと時間帯わかんないけど、この目の前を今せき取りしてる人いるからパレード走るかもしれないですね。ああ、ちょっとこの特等席でちょっと見たいと思います。はい、パレード来るまで。そう、一旦休憩です。疲れた。はい、すぐそこまで来てるんですけれども、なかなかこちらの正面までは、ミッキーさん来てくれなそうですね。ミッキー、ミニー、グーフィー、そのあたりが踊り狂ってるのは見えるんですけれども、はい、いろんなキャラクターが踊っております。さあ皆さん来ました、パレードです。赤い竜が、手を振っております。その横には綺麗な女性。あ、こちらはちょっと遠いですけれども、グーフィーさんですか。あれ、グーフィーが2匹います。あれ、どっちがグーフィーでしょうか。あれ、私の認識だと今奥にいる茶色いのがグーフィーだと思ったんです。手前もグーフィーっぽいですね。そしてその手前には暴れるゴリラ、化け物、これは何でしょうか。こちらのキャラクターがとっても人気です。ピンクの、クマでしょうか、リスでしょうか、キツネかな、このあたりです。あ、そしてあれはアラジンのジーニーじゃないですか。あんなにしゃくれてましたっけ、ジーニーって。あ、その手前のしゃくれコンビ、これは悪意がありますね、運営者の。こっち向くな、二人して。夜も大きなパレードがあるって言ったからそれ諦めようかなと思ってたけど、見た方が良さそうだな。ダメだ、せっかく来たから楽しまなければ。乗れるのだけ乗れるのだけたくさん乗っていきたいと思います。
いろいろと堪能してみました。いろいろ乗ったりアイス食べたり、これなんかトロンっていう乗り物、これこんないかつい乗り物乗ってさ走るんだけどさ、これもおすすめだよって言ったけど、これすごいわ、もう全身力入っちゃってあっと巻いて堪能しすぎも注意ね、気をつけて、これ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 、私すごい顔してただろうに、これ本当に皆さんびっくりするぐらいで、これだいぶ早いのよ、ちょっとすぐ来ると思うから見てて、これもうね皆さんこれ乗ってる時はもう化け物みたいな顔してますので、ちょっとその点驚かないように、あのこれです、すごいんだから頭いて、はい、ということで、夜も更けまして、ディズニー滞在時間、10時間を約越しました、はい、足腰は限界を迎え、先ほど乗った絶叫でちょっと頭痛を催しているという、結構ですね体力のピークを迎えております。ですがこれからですね、夜といえばパレードということで、はい、ライトアップがされてまいりました。こちら前に見えるのはもう存在忘れてましたが、シンデレラ城、昼行くの忘れてしまいました。こちらがですね20時から、暴れるみたいですので、ちょっとそちらを、ゆっくりとこちらで見たいと思います。もうこのベストポジションというか、もう目の前のところはですねもう陣取っていまして、皆さんがもうこちらは座れません。で徐々に、ここの辺りもですねこんな感じで埋まってきておりますので、今もう40分前ぐらいなんですけどね、はい、お前もどんだけ前に待ってんだって話ですけれども、もうやることございませんので、こちらであと40分待ちたいと思います。なんかちょっと、動き始めましたので、ちょっと時間ではないんですけれども始まるのかもしれません。すでに綺麗、すごいね、まだあれなんですよね、時間的には30分前なので、もしかしたら30分前の合図だったかもしれませんね。十分です。開始、2分前ぐらいになりまして、もうこの辺りはもうお客さんがずらりと、座っております。40分待ちました、よろしくお願いします。始まりました、パレードの開始でございます。とっても綺麗です。始まってなかったみたいですまた始まるよの合図だったみたいです。今8時12分、8時からじゃないみたいですね、はい、じらしすぎでもう帰りたいぐらいなんですけども、逆にですねもう帰る道がないぐらいになってきました、はい、早く始まってほしいんですけど、はい、
ただいまの時刻ですね、20時36分。私19時20分からだいぶ前の方でですね待ってたんですけれども、全く始まりませんので、パレードが我慢の限界でもう出てまいりました。はい、ちょっと何時に始まるかわからないんですけども、もうそこまで待ってて寒いですしね、待ってまで見なくていいかなと思いまして、もう本当に1時間以上待ってもう見ろよって話なんですけどもね、はい、ということで、上海2日目、総評してみるとですね、もういいかなって感じですね、ディズニーは。夢の国から現実に戻りたいと思います。今回の動画が少しでも面白かった、役に立ったという方はぜひ高評価ボタンポチッとよろしくお願いします。じゃあディズニーで終わらせてもらいます。また次の動画で会いましょう。バイバイ。